紹介させてください。鈴花ゆこさんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。でこんな感じで撮影開始していきたいと思います。超茨城じゃあ、はい、撮ります、はい、なんで今引きなんで撮れて大丈夫です。雰囲気よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまずスタンバイです。はい、一回カットです。カットです。ありがとう、嬉しい。今日はわがきバンドじゃなくてごめんね。ワーキバンド聞いてますって言ってくれた。今日はワーキバンドじゃなくてごめんねって言ったらとか気使ってくれた。みんな鼻高いな。いや、色気も高いし負けず劣らず。みんなだって全部喋れる。え、どんな言葉の？チリとか。チリなんか英語に近いんで、チリな。喋っちゃう。オーナーとかコマしたい。あー、オーナーとかか。イランは。いや、いろいろ混ざってる。英語とかフランス語とか。すごい英語フランス語。そうなの。みんな綺麗なんだね、きっと。で、リップですね。はい、次から行かせてください。マイクロ。もうめっちゃ戦場で絶望感の中で、あ、そうそうっていうやつを全員4人で出し切るの。はい、回った。はい、本番。でかく見えるよ。パチクリパチク。はい、みんないい感じだね。だいたい何キロあるかも。いや、結構あるですね。先にこう歩いていって、残りのユークさんいた3人が、あの、追いかけていってるみたいな感じ、うん、ゆっくりいいな。歩いてる感じかな。白やった。白白。ありがとう。土ほこりが似合わないと、ね、これ手めっちゃ黒くなってたから、本当はこんなに白い。はい、じゃあいいですか、回してください。原田さん、本番。はい、よーい、スタート。はい、カットです。カット。ありがとうございます。なんか普通にこう本当にパッ PV っぽく、いつものメンバーと違うね。いやー、美味しいね。新バンド、ゆうこり。バンド組むか。バンドカッコつけバンド。ここはですね、茨城県なんですけど、もう私はドローンで撮影しながら、あの景色を見ながら、いやー、茨城いいとこだわやっぱりって思ってたわけですね。やっぱり心落ち着くんですよね。鉄棒に打ち引かれて、崩れ落ちる。よーい、スタート。音世界観に入り込まなきゃ早く。マナちゃん、よーい、スタート。
イカット OK です。大丈夫ですか。はい、はい、本当に一瞬だったんだね、チャンスは。あの NG できないやつ。長くごめんね。猫の魔法使いになってる。バイバイ、ありがとう。やばい、また会いたい。いつもメンバーに癒されてたんですよ、合間に喋ったり。で今日はそれが子供たちだったんで、いやすごい良かったです。あー好きやがった。はい、本番。はい、お願いします。はい、じゃあラストカット行っちゃいましょう。お願いします。お願いします。はい、じゃあカメラを見てください。カット。はい、カットです。カットです。では以上で撮影終了です。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。また同じスタッフで6枚は。よろしくお願いいたします。本当にありがとうございます。ですね、今日実は人生初めて一人で、ミュージックビデオの撮影をしたわけですけれども、あのですね、一人でどんな風になるかなって思ってたんですけど、今までで一番やったことがない演技をした気がするんですよね。もともと私その着物を着て、パフォーマンスすることが多い人だったので、こういうその衣装でその演技するっていうこと自体が初めてだったんで、すごいいい経験にもなったし、その映像で見た時どうなってるかっていうのがね、楽しみなんです。今日一日本当にありがとうございました。皆さんに愛される作品になりますように。そして次バンドの方と一緒に撮影しますけれども、その日も頑張ります。よろしくお願いします。感情出す。そうやってやってるかも。ほっといた日はもうずっと台所に飛びついてきて、ねえって言って。あ、そうだね。消えたし。消えたし。変わるね。かわいい、かわいい。
もうちょっと。はい。はい。じゃあ、ゆくちゃん、ありがとう。ありがとうございました。EV 頑張って。はい。か、殻取って、殻取って、殻。殻取っと。それも取る？はい。そう、一枚私はそれをやらない気がする。ダブルフィー。あ、じゃあ、彼の上着は。おはようございます。よろしくお願いします。津原優子さんです。お願いします。お願いします。では、撮影2日目ですね、最終日。はい。演奏シーンから、はい、気合い入れていきましょう。よろしくお願いします。はい、回った。はい、本番。寝かせてってだいぶ久々にまた再会感じですね。でもこういうのすっごい好きで、なんか足目とかが好きなんですよ本当に。だから髪も長いのと短いのとか、なんかその右手と左手が違うとか、全部ピタ衣装が好きなんですよね。今のさ、はい、待った、はい、本番、はい、音、ありました。タイミングでどうぞ。カット。はい、カットです。いいと思います。お、すいません、やぶれましたね。はい、では以上で撮影終了です。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様でした。なんと今日はあのラストは前回と同じ姿になってしまったんで、同じ絵で感想じゃないですかね。すごい思ったのが、あ、去年の私、今年の私だったらできなかったことあったなとか、気づかないところでの自分自身の成長っていうのは実は発見でした。特に海外に行かせていただいた経験とか、あとはやっぱり MV 撮影っていうのも
これでもう何本もやらせていただいていて、いきなりソロだったらできなかったであろうこともこれまでの経験がですねすごく自分のためになっていたんだなっていうこと、それからさらにあこういうこともっとできるようになりたいなとかそういう目標っていうのもですね今日新たに出てきたりしてすごく充実した一日でした。この MV の見どころなんですけどやっぱりねバンドシーンとロケっていうのがあるんでこれね両方 やることそんななくて何仕事が俳優でしたねなのでそのバンドシーンはバンドシーンで見せている歌手の私とそれからその、ね、まだ CG と合成されてないから私どうなってるかは自分も分かんないんですけどそうなった時にどんな映像になってるかって自分自身も楽しみなので特にそのロケのシーンとかはいろいろ私の中でストーリーを考えながら演技したつもりなのでぜひ楽しんで何回も見ていただきたいです。はい、いや本当にこの作品をたくさんの方にやっぱりね見ていただきたいんですよ。で私実はまだ本当にそんな自信がなくて鈴花優子を一人でソロで見せた時にどのぐらいの人たちが見てくれるのかなとかどんな方が私のその映像に興味を持って、見てくださるのかなとかいろいろ考えながらやったんですけれども、うん、やっぱちょっとずつでもいいので広がっていってたくさんの方に見ていただきたいなと思いました。やっぱこの MV って音楽って自分が生きた証なので、まあ、それが作れただけでも本当に感謝です。ありがとうございます鈴花優子ソロ第1弾の MV 見てくださってありがとうございます。これからも